それでは今日も元気に見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチのウッチです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはおいレシーブショートクロスの打ち方。最近感じたのが、東北高校さんとウッチーがジャパングランプリで結構試合をしたんですけど、はい、ショートクロスうまいなって思いましたね。レシーブでこう特に前衛がネットダッシュしてくる時のショートクロス、はい、あれがまあなかなか厄介でしたよね。後衛側からのショートクロスももちろんだし、前衛側の右切りとバックのこの辺に来るショートクロスもすごく上手で、やっぱあそこに落とされちゃうと前衛ってそこから一本で決めるのってまあ結構難しいところだと思うので、そこにしっかり打てるっていうのはすごくですねこう大事だなと思いますし、狙い目の一つかな、得点を取るための一つ方法になると思うので、レシーブのバリエーションが少ない人とかきっといると思うんですよ。後衛前センター、まあまた前衛パッシングロブのもう一つオプションとして今のショートクロスに打てると多分幅が広がりますよね。そうですね、相手もどこ待てばいいのかなってなると思うんで、ですよね、前も来る、センターも来る、センターも来るってなると守る範囲がいきなりこう広がるので、そうすると隙が出てくるじゃないですか、ショートクロス意識し始めるとセンターが、はい、でセンターを意識するとショートクロスがってなると結構厳しくなってくるので、まあ、あとは精度ですよね、そこに打つってなった時に浮いちゃったりすると叩かれたりするので、そこの部分ですね、はい、今回内海コーチ詳しく教えてくれますので、はい、ぜひ動画の方最後までご覧ください、はい、早速やっていく前に一つだけお知らせがあります。見て強くなるソフトテニス塾の札幌スクールの会員を募集しております。札幌のスクールの方はですね、キッズクラス、基礎クラス、応用クラスという3クラスでやっておりまして、各年代各レベルに合わせた指導を行っています。今現在はですね、札幌近郊の方ですね、江別とか北広島、まあ、札幌市内の方を中心にやっております。まあお近くに住んでいてソフトテニスがもっと上手くなりたいとか、ウッチーと塾長に習ってみたいという方はですね、年齢の対象としては幼稚園児から一般まで幅広く募集しておりますので、ご興味ある方は番組下の概要欄チェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。それではショートクロスの打ち方、コツを3つお伝えしていきたいと思います。まず1つが打点を上げるということです。なんで打点を上げるのかっていうところなんですが、ショートクロスっていうのは短いところにボールを打つ技術になります。で、短いところに打つとなるとやっぱり距離をどうしても出したくないので、スピードが落ちてしまいがちなんですが、スピードが極端に落ちてしまうと相手も対応ができてしまいます。なのでスピードを落とさず短いところを狙うためには打点を上げるというのが重要です。どういうことかというと、ネットがもしこの高さで打ってるところがここだとしたら、上げて落とさないとボールは入らないので、打点が下がってしまうとその分スピードが落ちてしまいます。ただ打点を高く打つことによってこの角度でボールを飛ばせるっていうことは、少し速い球でも短いボールを打ちやすいっていうのがあるので、まず打点はしっかり高く持つっていうことがすごく重要です。ではそこを意識して何本か打ってみたいと思います。では今のダメな例で打点を落として打ってみたいと思います。
今見ていただいた通り、打点が落ちてしまうとテンポも遅いので、その分相手に余裕も与えてしまいますし、かつ最後ネットしてしまったんですけど、やっぱ低い打点から打つとネットしてしまったりだとか、ボールが浮いて相手に叩かれるっていうリスクが高くなってしまうので、しっかり高いところで打つっていうのをまず一つ意識してやってください。で、この高い打点で打つっていうのはもう一つ実は意味があって、相手のテンポを外すという理由にもなります。それこそ低いところで打てば打つほど相手は余裕ができるので自由に動けたりもするんですが、相手がまだ構える前ですね、相手もこっちが打つってなった時にこうスプリットステップを踏んで左右に動けるように準備をするものなのですが、その相手がスプリットステップをする前にもし打つことができれば簡単に先を通すことができます。それはイコールテンポをずらす、テンポを外すということで、そのためには高い打点イコールライジングで打つということをやれると相手のテンポが外れて、ショートクロスちょっと角度悪いなと思ったとしても相手の状態が崩れてミスにつながったりっていうことがあるので、この一つ目ですね、打点を上げるイコールテンポを変えるという意識でもやっていってください。で、次2つ目がしっかり肩を入れるということです。これはクロス側に関する話にはなってくるんですが、相手の前衛からすると、まあ、確かに前に来てローボレーを狙われるっていうところにはなるんですが、基本的にはセンターにレシーブ打たれるバックボレーを待つのが結構多いです。なのでそっちにボール打つぞって肩を入れて見せておくことで、相手の意識の中ではフォアよりもバックの方に来るなっていうバックへの意識が働きます。そのタイミングでクロスにポンと打たれると反応が遅れて届かなかったりっていうのがあるので、相手を騙す、牽制するために左肩をしっかり入れてから打つ。打つ時には回しても大丈夫です。ただ打つ前にしっかり肩を入れるっていうですね、ここが重要なのでやっていきたいと思います。では見てください。僕とウッチーが来ている見て強くなるソフトテニス塾のオリジナルブランドマークスの T シャツとパーカー、一緒に着てテニスをしてみませんか？詳細は番組下概要欄からチェックしてみてください。それでは次、肩を開いて打つダメなバージョンもやっていきたいと思います。今見ていただいたように開いて打つとですね、結構相手にそっち打つよって分かりやすくなって、相手が準備をする時間と考えを与えてしまうので、しっかり肩は入れてそこから回して打つっていう風にですね意識してやってみてください。それでは最後3つ目ですね。3つ目は試合中の話になるんですが、ショートクロスに打つ意味を持つっていうところですね。まあ、どういうことって話なんですが、これは実際の試合で使うためのコツになります。どういうことかというと、何も考えずにショートクロスを打つと後で自分が後悔してしまう可能性があるということです。どういうことかというと、考えのない人っていうのは、あ、打ちやすいからショートクロス打とう、点が取りやすいからショートクロスを打とうということでショートクロスを打ちます。で、何も考えないでショートクロス打って点が取れたとしたら、やったまたショートクロス打とうということでショートクロスをこういっぱい打ったりとかもすると思うんですが、そうなった時に相手が読みやすくなります。相手はショートクロスで点を取りに来てるんだな、だからショートクロスを待とうという相手の予測にはまってしまうんですね。なので最初は取れたかもしれないけど、後半の大事な場面とか欲しい場面ってなった時には相手に読まれてしまって、そこで点が取れたものが取れなくなってしまうっていうところにつながって、後々自分が後悔をしてしまいます。ただその先を考えてる人だった場合には、ショートクロスを打ちました、でショートクロスで点を取りました、ただショートクロス
スはあくまで布石として打っていたから、大事になった場面では相手の勢はショートクロスを張るだろう、だからセンターに打ってその後勢に勝負をかけてもらうだとか、そのショートクロスをどう生かしていくのかっていうところまで考えているっていうのが重要です。これがもし反対にショートクロス打って相手にローボレーされて決められた点を失ってしまった時でも同様で、何も考えないでショートクロスを打って点を取られてしまった人っていうのは、うわ点取られた、もうショートクロス打てないなってなっちゃうんですよ、1点にこだわるので。でも考えのある人だと、あ相手はショートクロスで点を取ってきた、あじゃあ相手の性格を考えた時にもうショートクロスは待たないな、だからもう一回行ってみようなのか、相手は同じところをずっと待つタイプだから、じゃあそこで相手はショートクロスを1本打ったことによってまた来るようにずっと何回も同じショートクロスを待ってるから、もうこれでサイドに釘付けにできたと、だからこの後の展開でレシーブコースが広がったなとかっていう、そっちに考えるのか、それともはダメだって捉えて次に繋がらないのかっていう、試合ではそういった考え方がすごく重要になってくるので、実際の、まあ、打ち方のコツではないんですが、実際に試合で使うってなった時には、今使うべきなのか、試合の前半なのか中盤なのか後半なのか、じゃあなんでそこで使うのか、使った前の背景と後のところの流れとかを考えて使うタイミングっていうのを考えていけば、おのずとですね、そのショートクロスが技術的に押さなくても実際の試合ではすごい武器になったりもするので、そういった考え方のところも大事にやっていってくれたらと思います。以上です。しゅんこちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ショートクロスの極意ということですね、はい、後衛側からのショートクロスを紹介していただきました。ポイントでね、言ってくれた高い打点で打つというのと、肩を入れて牽制する、牽制する、これは前衛レシーブ側でも基本同じ考えだ。そうですね、前衛側の場合は、まあ、逆にも開いちゃってセンターの方に打つなって思わせて流しっていうのはありかなとは思います。開いてちょっと流し方向にわざと、そうですね、はい、攻めるっていうところであれば打点を上げたいので、そうですね、はい、打点上げるっていうのは、まあ、どちらでも重要です、うんうん、これはぜひですね、はい、皆さん練習して精度を上げて、はい、正確に、ね、そこに打てるように練習をしてみてください、はい。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信していますので、まだチャンネル登録しなかったよという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから今回の動画すごく参考になった、また見てみたいと思った方はいいねボタンもよろしくお願いします。皆さんの普段の悩みやリクエストは YouTube のコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどん書いてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。新時代のサーブ革命やっていきたいと思います。グリップの握り方は2通りあると考えてください。この状態で上半身を使ってボールを投げるというのは、サーブのコーツ、その後のセオリーについて考えていこうと思います。